なんでこんな深夜なの？はい、ということで今日は2019年の3月の16日、1時44分、夜中でございます。先ほど寝起きで一枠やったんですけど、たくさんアイテムいただけて嬉しかったです。ありがとうございます。ということで、皆さん楽しんでいってください。なんでこんな夜中なのかっていうけど、なんだろうな、起きたい時に起きる。喋 りたい時に喋る。そんな感じでございますね。なんかこう睡眠障害持ってて、そう、自由な時間でその喋ったり仕事したりしないとすぐメンタルぶっ壊れちゃうんでね。寝たい時に寝て起きたい時に起きるっていうライフワークをずっと続けてますね、僕は。そういう生き方でございます。だから起きてる間はね、配信なるべくやってようと思ってるんで、その辺ご了承していただければ。僕はいつでも配信やってるんでね。不眠症でね、そう、すごい若い頃苦労して、不眠症で、仕事がね、なかなかうまくいかなかったんだよね。仕事は一生懸命頑張ってやる方なんだけど、やっぱりさ、普通の仕事っていうのは決まった時間に決まったことをやるっていうのが普通と呼ばれてる現実的な考え方でしょ。それがなかなかうまくいかなくて、で、折り合いをつけるっていうのかな。その自分の部分と、その現実世界で生きてる人と折り合いをつけて生きていくためにはどうしたらいいのかなっていうことは、すごく10代20代の頃とかすごくよく考えて、不眠症ではなかったんだよね。いつからか不眠症になっちゃって、むしろ子供の頃はよく寝てちゃんと起きれたんだけど、いつぐらいだったかな、起きれなくなったの。高校16歳のね、夏ぐらいかな。夜行性になっちゃってね、なんでか。で、そっからはずっとどうやって生きていくのかを考えてたかな。一人暮らし、俺中3の頃からアルバイト生活をずっとやってたの。中学3年生の頃からずっとアルバイト生活をやってて、で、16歳の頃も続けてたんだけど、アルバイトを。でも、ここ行くの嫌だなと思って。で、それで、働き始めるようになったんだよね。バイトだったけどね、最初の頃は。で、2個目のアルバイトがガソリンスタンドだったのかな。で、ガソリンスタンドで働いてたら、地元にライブハウスができるっていうことで。で、いても立ってもいられなくなってね、そこの門を叩いたんだよね。音楽で飯食いたいと思って。で、3日後にはなぜか店長になってたっていうね。その、バイトの前の経営陣のスタッフがオーナーとうまくいかなくて、で、こう解散しちゃったんだよね。で、お前どうするって言って、僕残りますって言って。僕は音楽で飯食いたいんでっつったら、じゃあお前店長やれってオーナーに言われて、で、経営のことをどうするんですかって言ったら、全部お前に任せるからお前の好きなようにやってみろって。ちょっと変わった人で、奇特なおじいさんで、やる気のあるやつでやりたいからって言ってくれて、で、そっからずっとライブハウス1年半ぐらいやったのかな。1年か1年半ぐらいやって、で、プロアーティストとかもね、5組ぐらいそっから出て、で、なんだろう。でも結局、オーナーと馬が合わなくてね。それやめちゃったんだけど。そっからもう、この生活だよね。もうやりたいことやって生きてこうっていう。中卒だったし、資格も持ってなかったから、もうやりたいことやるしかないなと思って。今から普通の人生を、こう、求めても手に入らないっていうのは分かってたから、そういう感じかな。ずっと今までは。コンティニューコインありがとね。
だからまあ30代入ったぐらいかな、やっと。ああ、なんか形になってきたなっていうか、20代の頃求めてたことがライフスタイルとしてちゃんと確立し始めたのは30代入ってからだね。いや、生きたいように生きていけてるなっていうふうに思ったのは、それまでは結構苦しかったよ。コンディコインありがとう。いやー、でも苦しかったね、正直。何度も死にたいと思ったし、生きづらいと思ったし、苦しかったし、本当になんか絶望にまみれてたね。だから、なんていうのかな、こう、現実とか、なんか普通とか、まあ、人間って呼んでんだけど、俺は。人間さんたち。ガバメントが作った人間さんたちが、人間さんたちの常識は通用しなかったんだよね。だから、で、27の頃、精神病院に通ったら、やっと原因が分かって、ああ、俺ってそうだったんだって。なるほどねって。あ、病気だったんだっていうのに気がついて。で、そっから、まあ、病気のことを知れたっていうのはすごくでかかったね。本3冊4冊ぐらい読んだらすごく当てはまって、びっくりしたよね。あ、こういうものが世の中にあるんだっていう。自分が普通だと思ってたから。あ、普通っていうか、なんつうんだろう、平均ではないっていうか。あ、なるほどねって、バグってたんだっていう。で、そっからなんか、その人間たちが考えることを許せるようになったというか、彼らが普通であって、彼らが大衆であって、こっち側だったのねって、迷惑かけてたのはごめんねみたいな、そんな感じかな、折り合いがついた感じは。まあまあ、マイペースにやってきますよ。確立するまでっていうか、まあだから、なんだろうな、一回26、7の頃にネットワークビジネスって言ってマルチやってたんだけど、そこで権利収入はもらってたのね。月30万40万遊んでても入ってくるみたいな生活になって、そこで掴みかけたんだよね、一瞬。3年間頑張ってネットワーク構築して、もう勝手に販売網ができていって、勝手にお金が入ってくるみたいなのはできて、で、それは楽だったね。楽しかったし。で、一回掴みかけたんだけど、そこでダメになって。で、今の生主っていう、その遊びながら稼ぐっていう。だから、その時は稼いで生活の担保や作って、あとは遊ぶって考え方なんだけど、これ危ないなと思って。ネットワークで失敗したのがすごくでかくて、結局会社に依存をしてる状態だから、会社が NG 出したら終わるんだっていうことに気がついて、どんなことがあっても、その自分を中心としたキャッシュフローとかネットワークみたいなものを持っておかないと危ないと思ってね。ビットコインはダメよ。要はね、権利収入なんてものは世の中にないっていうことを俺はその時に学んだんだよね。で、ビットコインなんか今更もう無理だよ。ビットコインね、これから流行る流行るって言ってるけど、ビットコインの所有してるのってほとんど日本人なのね。で、ビットコインの話を聞いたのが、俺は6年前、7年、何年前だろう、6年前ぐらいかな、にビットコインを仕掛けた人と会ったことあるんだけど、数億円買い取ってるのよ、当時の。0. 何円とかの状態で。で、その時にその人が言ったのが、ビットコイン失敗したって言ってた。ビットコインの仕掛け人が、これ詐欺みたいなもんだからって。要はさ、なんでビットコインがダメなのかっていうのはすごく簡単で、ビットコインでお金儲けをしてる人は見たことあるでしょ。でも、ビットコインで買い物してる人とか、
ビットコインで生活をしてる人とか、ビットコインが経済として使われてるところって見たことある？ビットコイン超便利だよって、ピッて押すと買い物ができるのとか、ビットコインでライフスタイルがこんな変わったっていうのないでしょ。つまりね、これね、投資じゃなくて投機っていうんだけど、お金が儲かるんだったら株でも FX でも牛でもビットコインでも何でもいいやって話を。要はバブルが起こってるだけで実体経済が存在しないんだよね。そう、もらってるっていうよりも使ってないでしょ。あの、例えばさ、冷蔵庫とかさ、エアコンとか使われてるじゃん。で、生活を変えてるわけじゃん。だから結局ね、実体のないものだから。で、俺はそのビットコインじゃなくて、その、なんていうのかな、キャッシュレス化はしていくと思うの。だけど、それは、あの、なんていうの、政府主導とかでやっていくと思うよ。国主導でやっていくと思う。なんでかっていうと、その、お金の権利っていうのは、ずっと戦争を起こしてまで、ずっと権力者が握ってたことなんだよ。その通貨発行権っていうものがあるのね。で、それで戦争をずっとやってきてるので、民間に通貨発行権を渡してる国なんて存在しないよ、歴史上。だから政府主導もしくは権力者主導でやるっていうのが俺は通常だと思うの。だからさ、日本政府がビットコインの法律変えたでしょ。要はあれは物だっていう扱い。つまりもうビットコインがこれから流行ることはない。ありがとう、スーパークリックさん、アイテムありがとう。っていうことね。だから、あの、騙されたらダメだよね。だからそこは、その、なんだろう、投資って難しいよ。俺は投資家じゃないから、あんま偉そうなこと言えないけど、なんだろう、財界人の人とはお話ししたことあるから、実体経済が伴ってないのに、その、経済が回ってる状態っていうのはありえないことだから。まあいいんじゃない、騙されるのも人生だから。いや、解かなくていいと思うよ。本人が気づくしかないんだよ、そこは。あの、人間関係がダメになっちゃうから。それをいくら言ったところでわからないわけじゃん。本人は夢を買ってる状態だから。だから別に余計なこと言わなくていい。私はやらないとか、私はやるとか、他人を助けようと思っても、本人からすると本人は夢を買ってるわけだから、邪魔しないでくれってなるから、人間関係崩れるよ。ほっといてあげるのが一番だと思う。まあビットコインで億万長者になった人は事実いるからね。ただ今からっていうのはない。先行、経済の理屈で先行者利益って言って、早く始めた人ほど儲かるっていうのはもう普遍的な法則だから。で、世の中のみんながビットコインっていう名前、要は主婦とか子供とか小学生でも知ってる状態なのに、ビジネスチャンスがあるはずがないの。みんなが知らない状態に、あのビジネスチャンスっていうのは転がってるから。つまり日本中のね、みんながビットコインって名前を知ってて、で、ビットコインが破綻したっていうニュースも何度も見てて、で、ビットコインが実体がないっていうのも分かってる段階で、主婦レベルで分かってる段階で、今から投資になるって考えてるのは、まあ経済的におかしいよね。うん、だからその宝くじとかの話がすごく分かりやすくて、宝くじって、300円でしょ、1枚。ドリームジャンボとか、あれって還元率で言ったら半分戻ってくるのよ。要は1億円とか当たるけど、その全部を集めてお金を、でお金を還元してる率っていうのは半分の、つまり300円で買った瞬間に150円ドブに捨ててるのと一緒なの。でも世の中には確実に毎回毎回1億円もらえる人はいるわけじゃん。わかる？300円で夢を買ってるのよ、あれは。で、それがいいか悪いかっていうのは、その人の考え方だから。確かに300円で買って、もし当たって1億円手にしたらどうしようってさ、いう夢を買ってるわけでしょ。だから他人が突っ込むことじゃないじゃん。でも、そう、数学的には、
150円1枚買うために150円ドブに捨ててるのと一緒だからね。まあでも予言しておくけど、今からビットコインで当てられるやつっていうのはいないと思うよ。よっぽど投資のセンスがあるか、要はその逆張りできるかどうかだからね。確率論的にデイトレードとかだと、その勝つやつ負けるやつは一定数現れるのよ。だから FX とかも勝つ人は必ず現れるの、短期的に言ったら。でも長期的に言ったら証券会社が勝つに決まってる。要は賭場ね。テラ線を稼いだ方が儲かる。だから頭のいいやつが勝つんだよ。経済の、金融資本主義っていうのは頭のいいやつが勝つ仕組みなんだよ。金融工学を理解してるやつが勝つっていうただのゲーム。マイケル・ムーアの映画とか見ると面白いよ。なんで相次ぐの借金が増えるのかよくわかんないけどね。株とかも操作されてると思いますか？株とか操作されてると思うかどうかじゃなくて、事実ベースとして操作してるよね。金融緩和であったりとか、政府主導でやってるアベノミクスとかって、要は国債で株操ってるわけだから、だから操作されてると思うかどうかっていう都市伝説じゃなくて、実際操作してるよねっていう話だよね。いらっしゃい。操作してると思うかどうかじゃなくて、操作してるよね。だからそこに乗っかるかどうかね。ビットコインへの投資だって考え、投資じゃないよっていう話をしたのよ。要はお金捨ててるよって。で、お金捨てるのが夢だって言うんだったら、そこを応援すればっていう話。投資ではないよっていう。投資っていうのは、お金が増えないと投資じゃないからね。だから金持ちが握ってる情報とかの方が、全然庶民が握ってる情報とか違うんだよね。例えばその、なんだろう。高度成長してる先進国になりかけてる発展途上の国とかあるじゃん。とかの、ゆうちょみたいな金融の金利とかって 17% とか 10% 以上とかあるの知らないじゃん、普通の人は。まあそこには為替リスクっていうのが存在するんだけど、簡単に言うとそういう、なんていうか、発展途上で経済急成長してる国とかの国の銀行とかにお金預けとくだけ、100万円預けとくだけで次のね、翌年には117万とかになるんだよ。日本だとね、全然金利なんかつかないけど。よく国内の金が海外に逃げてるとかよく言うじゃん。まあ政府とかの言葉で言う消費性向とかよく言ってるじゃん。のんぶさんっていうのは誰なんだろう。のんぶさんがわかんないな。のんぶさん、誰だろう、のんぶさんって、FX ではないですね。FX っていうのはお金を買えることを言うのね。ドル、
円とドルに変えたり、円とポンドに変えたり、ポンドとドルに変えたりとかの差が変わる、レートが変わった時に差益を生んで、お金を作るっていうのが FX っていうもの。そうじゃなくて、外貨預金っていう考え方のね、パタさん。FX ではないです。外貨預金かな。俺が話したのは多分そっち。FX ではない。確実に。でもここで厄介なのが、その株とか FX って、まあさっきも話したビットコインもそうだったんだけど、市場がでかいと勝つやつが必ず現れるので、勝つのには人間だから法則があると思っちゃうの。法則なんかないない。超極端なことが言うと運がいいだけど、でも何だろう、パチンコのハイエナとかと同じ考え方なんだよね。そのバカがいっぱいいるから、バカの行動とかが読める勘のいい人だと勝てるっていうのはあるのよ。だそれを法則と呼ぶのかどうなのかだよね。それを法則と呼ぶのかどうなのか。なんかのすごい力っていうかね、なんて言えばいいのかな、多分その経済の基本的なことを押さえておけば分かる問題っていうのかな。なんて言えばいいんだろうね。だからよく言われてるのが、日本円の今の貨幣価値で換算すると、投資だけでお金がもう絶対に減らなくて増え続けるっていうのは理論上ありえるの。その運用資金の金額が、経済学者が計算した数字見たんだけど、30億、30億の資産を持ってる段階でポートフォリオをちゃんと組んだら絶対にお金は減らないよねっていう額の。でそこになって初めて投資じゃん。要は利益だけで生活ができるっていう状態だ。だけど30億持っててポートフォリオ組めるっていうような状態の人って、本当に30億も作れて選ばれし人なんだよ。超頭が良くて。だから、ちょっと庶民には厳しいんじゃないのっていう。心理戦ではない。その30億っていうのはもう経済学の計算上、心理戦ではない。どちらかというと、心理戦があるっていうのは、その種戦が少ない状態で庶民が1億円掴むかみたいなの心理戦だね。日本は不動産めちゃめちゃ強いけど、だけどこっから不動産は値崩れを絶対起こすの。東京とか都心部だったらまだ大丈夫なんだけど、これはすっごく単純な話。今人口が1億3000万人いるじゃん。だけどこれ減ってくっていうのはわかるでしょ。人口は間違いなく減ってくの。っていうことは日本っていう国土は増えたり減ったりしないわけじゃん、戦争が起こらない限り。
つまり土地はほぼ変わらないわけ、戦争が起こらない限りで。戦争がない前提にするよ、侵略がない前提で。で人が減ってくわけよ値段安くなるに決まってるでしょ。これすっごくシンプルで、日本っていうのは不動産でその回してた国家なのね。バブルとかも全部不動産で支えてたもんでしょ。最初株から始まったんだけど、だから不動産が強すぎるんだよ、円が強すぎるっていう。でも確実に価格は減ってくの、やばいよね。だから今不動産とかマンションとか買うやつは大損国っていうのはもう確定。ただ一部の都心部とか人気のある部分っていうのはまだ需要があるから、うん、それはそうでしょ。っていうかあれだよ、空き家だらけなんだよ 今現在の日本でも。日本っていうあの大きさで考えるとね、日本の空き家って何とあんだっけ、60万だっけ、30万だっけな、ちょっと見てみるわ、日本空き家、日本の空き家問題2018年で見てみるか、空き家、ちょっと待ってね、わかんない、 YouTuber はあんまり知らない、空き家問題、これがそのデータか。空き家数が2018年で、こんだけあるってこんだけあるって、ここは2018年のデータね、こっちか、これ今現在でこんだけあるっていう。あ、じゃあこれが住宅総数だ、これが住宅総数で空き家数がこれだ、こっちだ、1000万トン、すげえな1000万空き家があると。だから日本にある家の 17% は空き家なんだよ、すでに。っていうのを知らないで投資するっていうのは危ないよね。でしょ？だから調べたら出てくる問題なんだけど、結局だからね、投資とかってリテラシーの問題なんだよ、データとか。知らないで今までの常識通りマンション買っておけば資産運用になるんだっていう考え方をするのすごく危ない、うん、でこれからもう増えていくよ。だから不動産がもうマンション売りたくてバンバンもう血眼になって今の在庫を売ってるんだよ。都心部は別よ、あのさっきからずっと言ってるけど、都心部は人が集まってくるから、まだあの全然価格は安定してるから。ただ田舎の方とかもう論外だって。田舎の方とかだって中古の物件で土地付きでなんか80坪とか100坪とかで300万とかで売ってんだよ、500万以下とかで売ってんだよ。増えると思う、新築建てて値崩れが起きてんのに。悠々自適に金を稼ぐんじゃなくて、金持ちの人とかってこういう勉強をひたすらやってる。だから労働には4種類の労働があるっていうふうに言ってて、肉体、一番下の労働っていうのは体を使う仕事。体を使うのは土方だったり風俗だったりとか、あの要は自分の体を切り売りする、労働力として切り売りする。で次に時間労働って言われてるもの、時間を切り売りするの。要はアルバイトとかパートタイマーとか。で、今度何があるかっていうと、知的財産を売るっていう仕事。要はノウハウを売るっていう仕事になるの。で、最後の、
労働って何なのかっていうと、お金をお金に働かせるの。お金がお金を作る仕組みっていう。だから投資って呼ばれてるものってすごくレベルの高いその経済活動だから、頭も良くないといけないし、資本も持ってないといけないしっていう。で、多くの人がさ、そのなんていうのかな、まあ自分の体を切り売りする労働、要はになんつうのかな、自分の肉体を犠牲にするか、リスクの高いことやって、もしくは時間を売ってるじゃん。カンボジアはどうなんだろうね。楽して稼いでるわけじゃないよ、金持ちは。だから俺は遊んで暮らすっていう方向にシフトしたかな。もうマネーゲームは大変だっていう、才能ねえわって。お金がお金を増やすことっていうのは虚しいしね。あと、なんか働いてる実感、体感っていうのがあんまり得られなかったよ。中国では不動産バブルが弾けてるらしいですね。それはね、さっき言った問題と一緒だと思いますよ。日本よりもひどい少子高齢化が中国は待ってるから。そう、日本でもひどいっていうのはわかるじゃん。あの、とんでもなくひどい現実が来るっていう。中国はそれがとんでもない規模で起こるから、あの、日本に遅れて、あの、一人っ子政策とか、あの、習ったでしょ。あれの歪みが日本の後に来るの。日本よりもひどい規模で。そうそうそう。だ、不動産バブルって簡単に言ったら人口が爆発してるから、あの、後に不動産が上がっていくっていう簡単な仕組みじゃん。はい、わたつ。まあ、だから中国はやばいだろうね、不動産に依存してたら。日本よりもとんでもなくなる。ただ日本もやばくなるんだけどね。日本が何年だったかな、ね、なんだっけな、10年後か20年後の日本って、あの、日本に住んでる10分の1の人が認知症を発症するっていう状態なのよ。10人に1人は、あの、もう自分が何やってるか分かんない人なの。で、それを支える人が必要でしょ。だから、あの、5年前、もっと前か、10年ぐらい前に、あの、日本の企業たちがどこに目をつけたかっていうと、福祉なんだよね。あの、なんか居酒屋のチェーンとかがさ、あの、福祉業界に急に参入してきたのは、これから伸びるっていうのが確約されてるから。中国に移民どうなんだろうな。中国に移民っていうか、中国自体が多民族国家だからな。もともといろんな民族が混在してる国家だから、移民っていうよりも。ああ、だから留学したっていうね。中国は労働力を切り売りして経済がね、ガーンっていった国だから、無理っくり安い給料で働かせて、数のパワーで
要はそのさっき言ったその労働の概念で、労働だよね、その体を切り売りするの、時間切り売りするのをマンパワーって言うんだけど、そういうのをマンパワーで押して急に経済発展した国だから。だからメイドインアメリカとかさ、俺らがガキの頃あったじゃん、メイドイン USA、 メイドインジャパンって。で今どこのタグ見てもメイドインチャイナじゃん。それは世界中からもううちの国家が下請け全部やりますよっていうことを国策でやった国だから。福祉はでも現場サイドでは儲からないよ、はっきり言って。一番ブラックだって言われてるんだよ、福祉は。全然今儲からないよ。だから仕事にして食いっぱぐれは絶対にない。絶対に起こらない、食いっぱぐれは。だおじいちゃんの面倒を見る、おばあちゃんの面倒を見るのが好きな人がね、天職だよね。そう、民力 民力ってすごいことだ。民力というか でも楽しいらしいよ、中国の工場で働くの。学校とかに行くじゃん。で、庶民レベルのだよ、高校とか中学行って。そしたら若い子たちがドーッと工場に入って、もう楽しいらしいよ。何が楽しいかっていうと、若い女の子と若い男の子の出会いの場になってるらしくて、もうなんか、なんつうの、しかも寮住まいじゃん。ああ、銀猫さんいらっしゃい。なんかテラスハウスみたいな、毎日恋愛して、毎日寮でみんなで遊んでみたいな。給料は低いけど、実はその社会システムとしてはうまくいってるみたいな。いやー、介護はもうドブラックだからね。雷鳴ってんだ。いいよ、コメントはできる時でいいよ、全然。それは、まあ、ある意味なんか、お金は儲かってないけど幸せっていう方。うわあ、ありがとう、延長台の足しに。匿名さんからクール花火、花火3発いただきました。ありがとうございます。存じ、ありがとうございます。嬉しいです。ね、だから、その、なんていうのかな、知的労働をするのか、時間の切り売りをするのか、体を売るのか。で、まあ、ごく一部に資本労働ができる人はいるけど、資本労働ができる人は、まあ、ここにはいないと思うよ。まあ、一定知的な労働ができるかどうかっていう。資本労働できるレベルの人って資産どんだけあんのかって話だからね。要は、不動産どれくらい持ってるか、それをどう運用してるか。現金を30億以上持ってて、株と FX とどうやって分散投資してるかっていう。まあ、まずデイトレレベルではやらないよね。中長期のスイングトレードすらもやらないから。もう証券会社が組んだ確実に増える買った利回りの、金融商材買って、で、寝かして利益を取ってってやるから。まあ、いないよ。リスナーでいるわけがない。もしいたら、いや、ワド300万ぐらい出すよって普通に言ってくれるから。報告なんだけど、今日のトレーニングは休みます。太ももがね、ちょっと筋肉痛がひどくて、ちょっと一回クールダウン取ります。これサボりじゃなくて、前回の教訓で、これで走ってもオーバーワークになるって分かってるんで、1ヶ月ぶりに走って2日で、タイムが30分ギリギリになって、で、太ももちょっと膝こうやって上がるのが遅くて張ってるの。さっきお風呂で揉んだんだけど、今日はちょっとクールダウン取って、ストレッチと腹筋ぐらいやるのに、トレーニングはするけど、休みもトレーニングだっていうのが今回よく理解できたんで、今日は走らないっす。でもね、これから食いっぱぐれがないのが、結局その、まあ、さっきも言ったんだけれども、介護、現場レベルの、
要は庶民レベルで言ったら介護職っていうのは絶対にまず人手不足が起こるから、絶対に食いっぱぐれがない庶民レベルで、あと、ちょっと知的な労働になるけれども、子供とかを育てるんだったら絶対プログラマーは絶対必要。要はなんつうの、 IT がどんどん進んでいって、サイトとかネットとかが衰退するっていうことはまずありえないから、まだ情報革命は起こってるから、基本的なコードが書けたりプログラムがね組めるとか、そういう人は絶対に需要が一生涯切れることはないから、もしね子供育てる人とかだったらね、もし子供食いっぱぐれさせたくなかったらプログラマーにしちゃうのが一番いいと思う。衣食住の仕事はもうに人類はクリアしてる。衣食住と同じぐらいそのネットっていうものが切り離せなくなるから。だから服作る、家を作る、食料生産するって、今農家の人って必要だって思わないでしょ。もう決まってるのよ、一定数。食料生産がもう機械でできるようになってるから。服もそうでしょ。家もそうでしょ。なんか難しいよ。今一番必要なのはプログラマーだよ。簡単なコード書けるだけで、どんな会社、中小企業とかも引っ張りだこだし、大手とかにも割り込めるし、そう、もうプログラム書けるだけで引っ張りだこだよ。プログラミングが食いっぱぐれないとこは高給取りの。しかもコミュニケーション能力必要としないから、内勤だから。コミュ障でその食いっぱぐれのない職業を作りたいっつったら、もう技術屋になるのが一番いいよ。 3D プリンターで家はどうなんだろう。理論上建てることはできるけれど、まだ現実的ではないよね。高卒の学力みたいなものはいらないんだよね。基礎学力がいらない、専門的なそのものに振っていった方が全然いいと思うよ。アプリ作ってる小学生とかすごい優秀だよね、やっぱ。もう錬金術だからね。しかも、やっと一般的にこのスマートフォンのおかげでみんながネットを常にアクセスするっていう時代がやっと来たからね、平成の最後で。それこそ AI とかがプログラミングできないのか。あ、いい質問だね。AI はプログラミングを作ることはできる。ただ、どんなプログラミングを作る AI にどういう指示を与えるのかはまだ AI 自身が判断できないの。要は、人間が書いたプログラムを AI に読ませて、これを最適化するみたいなことさせると、AI っていうのはすごく今、そう、人間よりも効率のいい、要は、なんつうの、ここの回路いらないとか省いて、すごく早く動くみたいなことは AI が得意としてるんだけど、その AI に指示をするのは人間なのよ。要はプログラマーなのよ。だから、発想みたいなものを持ってないの、AI は。人間が考え、作ろうとして、人間が作ったよりも、早く効率化はすることができるんだけど、イノベーションを生み出すことはできない。いや、違う、逆逆。ターミネーターの世界は来ないっていう話。要は、シンギュラリティっていう、技術特異点の話って聞いたことある？コンピューターの回路がブワーって伸びていって、人間の脳みそのシナプスの数を超えると、ターミネーターの世界が来るって、それが2045年に来るって聞いたことあるでしょ？要は人間をコンピューターが超える時代が来るんだって。で、ずーっと伸びていってたの。去年止まったから。去年ピタッて止まったの。まだ伸びてるんだけど、そのレバレッジっていう急激なカーブが止まったの。つまりこれ何を指してるかっていうと、コンピューターはものすごく発達したんだけど、今までのレベルで発達しなくなったの。止まったの。ゆっくり伸びていく、こっからは。コンピューターがコンピューターを作ることはできるんだけれども、コンピューターがコンピューターを作るときに、どういうコンピューターを作ってほしいかをプログラムするのは人間なの。言ってる意味わかる？例えばさ、みんなが何を言ってるのかって言ったらさ、パソコンの電源ボタン入れて、
Chrome なのか Safari なのか、サイトもフワッチなのかキャスなのかっていうのを決めてるのは人間でしょ。これ電源ボタンも押さないで何もしないでパソコンの前でこうやってにらめっこしてたら勝手に何か始めるわけないじゃんっていう話。そう、指示をすることっていうか、その何をさせるのかを決めるのは人間の、わかる？何をさせるのかを人間、ただ人間が考えるよりも早かったりとか計算速度が早かったりとか、そういう部分ではコンピューターが圧倒的に勝ってるっていう話。決断っていうよりも、なんて言えばいいのかな、なんて言えばいいのかな、決断じゃないな、意思そのものを持ってないっていうのかな。計算は人間より早いの。ただ決めるっていうこと、決めるっつうよりも発想そのものがないっていうのかな、意思が存在しないっていうか、コンピューターには。だから命令をしないと今のところ動かない。人格がない。だから超優秀な電卓だよ、今のところ。すっごく優秀な電卓、そう、単純作業は人間を凌駕してるだけ。そう、ものすごく優秀なそのものなんだけど、超素晴らしい電卓と何ら変わらないってことだけど、そう、電卓の使い方っていうのは人間次第なわけじゃん。足し算を使うのか引き算を使うのか家計簿の時に使うのかみたいな。孫さんは30年以内にコンピューターの IQ 換算が1万に達するって言ってる。それがなくなったっていうのが去年のデータ。もういっそ。要は2045年に爆発的な進化を起こすっていうのが、もともと孫さんが読んだ論文がそれなの。ソフトバンクを作るきっかけになった論文が。で、その、実際にそれ通りに動いてたの。世の中が。シンギュラリティっていうのが起こるっていう。それが、去年止まったっていう話。伸びてはいるけど。だから、それが大ニュースの。やばい。ターミネーターの世界は来なかった。で、そういうこと、自動化はできるっていうか、なんていうのかな。自動化はできるとはちょっと違うんだけど、まあまあ、まあいいや。指示は人間っていうのは正解なの、パタさんのよ。で、その指示とは何なのかの話が、プログラミングなの。要は人間の言葉で命令を与えるわけじゃないじゃん。コマンドで与えるわけじゃん。要は、オンとオフしかないわけだから。そのオンとオフをどうやって指示を与えるのかっていうことを、コンピューターに命令を起こせる人間。人間とコンピューターの間に立つ人間がプログラマーなのよ。だからここの需要は絶対なくならないから、ここをやると食いっぱぐれがないどころが大金持ちになれるよっていう。だから子供とかに教えたら、だってコンピューターがなくなる社会っていうのは、100年間ありえないから、どんどん発展していくのよ。で、これを発展させる人たちがプログラマーなのよ。で、わかるかな？ベーシックインカムは導入されない。されたとしても、みんなが思ってるベーシックインカムではないっていうのは、俺はずっと言ってる。ベーシックインカムは貧困の格差を広げるだけなの。だから、そんなの待っててもダメ。なんでかっていうと、リベラルの人がベーシックインカム進めてるでしょ。要は簡単に言うと、お金持ちの人で個人の技量、才能のある人は給料多くもらうべきだっていう論者の人が言ってるのよ。だからひろゆきとかホリエモンとか権力者でしょ。考えた方がいいよ。まあ、簡単に言うと、全員国民を生活保護にして、生活保護よりも半分にするの。簡単に言うと、年寄りを殺すっていう政策、障害者と年寄りは死んでねっていう政策の。だから本当に生活保護を受けてて働けない人たちは殺される社会が来るんだよ。なんかみんな楽してお金が入ってくるもんだと勝手に思い込んでるけど違うよ。
いい言葉を思いついた。コンピューターはコンピューターにアイディアっていう概念がない、うん、これが一番俺はしっくりくるかな。アイディアっていう概念がない、うん、発想をしないって感じかな。要は 1+1 は2みたいなのの高度なことをずっと人間よりも素早くできるけれども、1とは何かみたいなことは無理だろうね、うんコーヒー買ってこようかな。どうしよう。ニュージーランドで反移民のやつがテロを起こしたけど、グローバル化が止まることはないのかな。グローバル化が日本においてのその移民政策と海外においての移民政策とは意味合いが違うかな。なんていうのかな、大陸続きじゃん。日本ってさ、地理的にすごく特殊で、日本単一民族だけがずっと支配して占領してた国家なのよ。で、日本が移民を入れてる場合ってさ、無理やり自分たちが人口が足りないから、労働力が足りないからってお招きしてる感じじゃん。来てくださいって言って。だけどその海外の場合は大陸が続いているし、その戦争があって逃げてきて受け入れなきゃの問題だから、例えばさ、中国とか韓国とかどっかで戦争があったから日本に逃げてきましたっていう移民っていないはずなの。だからそのそういう移民とその労働力としての移民の問題って別だと思うんだ。例えばアメリカとメキシコがそうじゃん。メキシコが儲かってないから亡命してきてるわけじゃん、簡単に言うと。アメリカにその問題っていうのは日本では起こってないじゃん、うん、はいこんばんは。あくまで日本がその審査をして、中国人のある程度の学生レベルでこうでこうでこういう条件があって、それをパスした人が来てるわけじゃん。だからちょっと問題が違うんじゃないの。はいこんばんは、ワドツ。はいワドツ。はいどうも。ありがとう、監督アイテムいただきました。ありがとうございます。監督ありがとう、フクロウさんサンキュー、ありがとうございます。監督アイテムぜひ皆さんよろしく。うわー、ありがとう、監督アイテムありがとう、サンキュー。うん、朝鮮戦争から逃げてきた密入国っていうか、それはまた70年前とかの話でしょ。それは密入国、うん、朝鮮戦争から逃げてきた、まあでもニュージーランドがどうとか、そのフランスがどうとかの問題とはちょっと別の問題なのかなと思うけど。日本人を海外に送り出してる業種もあるからな。いや、送り出してはいないでしょ。日本の技術者が給料が低いからっつって、定年で退職金少ないからっつって、だったら年収5000万で中国とか韓国とかの企業に最後勤めてノウハウ全部バトルをしろっつって韓国とか発展したわけだから、引き抜かれたっていうのが正しいんじゃないかな。あ、ありがとう。引き抜かれたっていうのが正しいと思うよ。引き抜かれた。日本の国家が国策としてちゃんと守らないといけなかった人たちを抜かれちゃったんだよね。引き抜かれちゃったんだよね。
送り出してるわけじゃないでしょ。本人たちがビジネスチャンスだと思って勝手に言ってるわけでしょ。国策としてやってないから送り出してはいないよ。本人たちが海外で儲かるからっつって海外に出店してるだけだから。ありがとね。フォローしといて。フォローしてない人はうちブロックだから、ツイキャスもフワッチも。フォロワー限定放送なんで。コンティニューコインありがとう、まったん。ありがとう。ありがとう、サンキュー。ツイッターもフォローしといてね、みんな。ツイッターは写真とかね、まとめみたいな、自分の考えのまとめみたいなのを一言で分かりやすくみたいな、文章化したりとか、してるんで。基本どっちでもいいよ。好きな方でいいよ、全然。好きな方でいいよ。ただ日本人が意外と知らないさ、日本人の凄さ、まあアジア人の凄さなんだけど、白人よりも IQ 高いって知ってた？みんな。白人よりも黒人よりも日本人、アジア人なんだけど、正確に言うと、まあ日本は特に高いんだけど、知ってた？知らないでしょ。知ってた？アジア人って結構優秀なんだよ。国全体で考えると。俺、アメリカ行った時に思ったけど、アメリカって極端なんだよ。平均的なことはできないんだけど、極端に何かがうまくて、あと全部ダメみたいな。小学校で習うんだ、今。わー、匿名さんありがとう。匿名さんからお茶爆50いただきました。匿名さんありがとうございます。サンキュー。なんで匿名なんだろうね。ツイキャスの匿名はね、本当に枠が終わっても誰だか分かんないんだよね。だからお礼の言いようがないんだよね。ありがとうね。俺も分かんない。まあでもね、見返りはいらないって言ってくれてるようなもんだからね、ありがたいよね。わあ、ありがとう。金魚姫、お茶爆100ありがとう。ドンチキー、ありがとう。いつもありがとね、金魚姫。なんだろう。嬉しいよね。攻殻機動隊を思い出すんだよね。草薙素子、イノセンスか。イノセンス。見えない誰かが俺のことを見守ってくれてるって。俺には守護天使がいるのさ、つって。バトーがね。見えない誰かが支えてくれてるんだよ。まあ、それを人は天使と呼ぶのかもね。投資家のことエンジェルって言うもんね。天使がいる。俺には天使がついてる。コーヒー買ってこようかな。なんかさ、映像の先生いるじゃん。映像教えてくれ。たまにさ、映像の先生の家
家からさ、スタジオから放送するけど、あそこの家すごいんだよね。カーテンとか全部全自動化してるの。部屋とかも全部自動だし、猫の餌とか水とか、全部自動なの。やばくない？すべての家電家具とかを全自動化してるんだよね、あの人。だからもうほんと攻殻機動隊の世界の。朝になると、朝の決まった時間になると、勝手にカーテンとか開くの。ウィーンとか。で、餌がカラカラカラって機械から出てくるの。猫の餌も水も全部。え？みたいな。なんすかこれ？つって。あ、僕、ADHD っていう病気なんで、決まった時間にあれできないんで、全部自動化したんです。とか言って。すげえとか思って。だから部屋の鍵とかも全部指紋認証とかの。すごいよね。かっけえみたいな。SF だよ、あそこ。だから iPhone 1台あれば、もう部屋の中の家電を全部コントロールできる。そう。で、超頭のいい人なの。超天才。なんかね、やっぱ天才だなと思うのが、あの人に、なんか無茶ぶりを俺が結構質問するの。で、その本当に持ってる疑問なんだけど、普通の人が答えられない無茶ぶりをするんだけど、それでどんな答えが返ってくるかで、俺結構その人の技量、人間力みたいなのを測るんだけど、かっこいいって何なんですかって聞いたの。哲学的な質問じゃん。普通の人だったら、かっこいいって何なんですかっていう質問をすると、普通の人って何言ってるのこいつとか、いや、イケメンでしょ？とか、いや、美人ってことでしょ？みたいな、すごいつまんない返しが来るんだけど、あ、かっこいいって簡単ですよって、その人すぐ答えるの。かっこいいっていうのは、美醜っていうのはどっから生まれたかっていうと、こうこうこうで、こういう理論で、こうでこうでこうなんですよって、平気ですぐパッと答えられるの。で、そういういろんな質問をパッパッと答え、あ、それは何、なんとかっていう学者がこうでこうでこうでとか、もうパンパンに知識を集め込んであって、すげえ面白い。魔法使いみたいな思考力を持ってて。で、その人が言うかっこいいの答えっていうのは簡単で、共感だっていうの。要は、自分に似てるかどうか。自分に似てるかどうかが共感なの。で、共感イコールかっこいいの。だから、AKB とかをさ、とか日本人とかを、世界中の人とかをモンタージュで画像を重ねていって、平均顔みたいなのを作ると、AKB とかものすごい美人が生まれたりするっていうの分かる？画像とかで。見たことないテレビとかで。重ねていって重ねていって平均の顔作るとものすごい美人ができるってみんな知ってる？で、あれは何なのかっていうと、ただ簡単な理屈で、平均化すると自分の顔に親近感を覚えるようなパーツが多く、確率が生まれるから、多くの人が親近感を湧く、イコールかっこいいとかイコール美人なんだって。だから簡単に言うと、ハーフの子とかが美人に生まれるっていうのは簡単な理屈で、違う遺伝子と違う遺伝子が混ざってできて、平均顔が生まれてるわけだから、いろんな血が混ざって、自分と親近感が起こるパーツが多いからかっこいいって言われやすいっていう。だから混血のエリアの子たちってみんなかっこよかったり美人だったりするっていう答えがパッて返ってきて。かっこいいっていうのは共感なんだ、平均なんだっていう。それは面白いな。それはあくまで一般大衆が思う心理の領域の話なんだけど、本当の美醜っていうのはさらにそこからあるんだけど、審美眼っていう話ではなくて、だから答えとしては面白かったよね。勉強になりましたっていう。遠い遺伝子の方がかっこいいでは、それは女の人が言うね、遠い遺伝子を欲してるっていうのは、自分の子供を平均的な子に産みたいからなのよ。わかるかな、これは。おー、知らんけど、ありがとう。知らんけどから監督10個いただきました。アバス、リドリー・スコットで見たくて、ちょっとコントラスト上げたんだよね、いつもよりも。赤を強調するために。まあまあ。さすが映像をやってた。リドリー・スコットを意識したわけじゃないけど。だから、金魚姫が遠い、自分と違う。例えば自分がぽっちゃりしてたら痩せてる人が好き。自分が痩せてたら太ってる人がいい。
目が離れてたら目が近いとか、鼻が低いから鼻が高いっていうのは、それは女性の本能は何なのかっていうと、自分の子供を平均化させたいからの。だから理屈は合ってるんだよ、今の話。でもそれはあくまでその人が勉強してきたデータベースだからね。だからここはいつも話してるリテラシーの問題なんだけど。だからその理論からすると、平均を生みたいっていう子供の本、女性の本能だが当たってるでしょ。だけど一般的にそのかっこいいとか平均を求めるっていう、いや、お墨規制なんじゃなくて単純に人気がないだけ おすすめに乗らないのは、単純に閲覧数とアイテムが少ないからです。おすすめ規制ではないです。要はアイテムがバーンって上がらないとおすすめに乗らないんですよ。だからフォロワーが少なすぎる。おすすめ規制ではないですよ。侵略されたとか、国境沿いのエリアが美男美女が多いっていうのは血が混ざってるから。ロシアとかで言うとウクライナとかだよね。ウクライナとんでもないもんね、ロシアの国境沿いのエリア。お茶バカありがとう、バツさん。コンティニューコインもしよかったらお願いします。コンティニューコインもお願いします。100個ぐらいストックしておきたいんで、あと13個欲しいですね。無課金の分でいいかんね、ツイキャスは。ありがとう、サンキュー。ありがとう、みんな。あ、本当に出てきた？まあまあ、人によるんじゃないの、アルゴリズムが。あんまりそこは、まあ、お墨規制かかってないっていうのだけ分かってる。本人が調べるページがあるんだよ。お墨規制かかってるかどうか。かかってないっすよ。本当にコインばっかりありがとう、サンキュー。ありがとね、みんな支えてくれて。ふわっちとキャスだと多分ね、ふわっちの方が色合い、俺が作った色合いに近いかな。キャスの方だとちょっとオレンジがかってるね。要はふわっちはだって100人見てるんだもん、パトさん。ふわっち100人見てて、ツイキャス15人しか見てない。要は人数が少ないからおすすめに乗らない。押せないっていうことよ。100人とか1000人とか行かないと、ツイキャスは人が多いから。配信者も多いから、桁違いに。見る人が少ないからおすすめに乗らない。1回だけ乗ったもあ。だからさ、変な話なんだけど、イケメンって物選多くない？だからさっきの理論当たってるんだよね。イケメンが物選多いのってそこだよ。俺同級生のイケメン2、3人いるけど、全員物選だったの。イケメンは物選なのは違う遺伝子を求めてるからだろうね。あと、美女でもブサイクな男好きだったりするもんね。もうだんだんオカルトみたいに、占いみたいになってきた だんだん話のレベルが落ちてきた
おかしいね。もうだん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 オカルティックになってきたからやめようぜ。理論破綻です。あ、これでも面白い映像を作れそうだな。ここに黒巻きで、どうすればいいんだ？ここにこれで、黒巻き遊びやりたいよね。そっか。ここにこうやってやると、この黒い縁に手がガッて入ったら飛び出たみたいになるのか、 3D みたいになるのか。なんか映像は面白いよね。昔光学迷彩遊びやったもんね。ここのレイヤーを下に貼って上からガバか。あー、難しいな。黒い縁に指が入ればいいんだから、どうすればいいんだ。レイヤーを上にして下に貼って、難しいなこれ。貞子ができるよ、貞子が。リアル携帯版貞子ができる。こうグーってみんなの携帯が「うわ飛び出たわどう」みたいにできる。ここで切れちゃってるからダメなんだもんな。どうすればいいんだ。黒巻きで、やってみるか。なんかテストでメディアソース、4K とかなんだよな。でも4K はさすがに起動できないな。映像遊びやりたいな。
揺れてる？地震？地震？風？どんだけ家ペラペラなんだよ。風で揺れるの？トタン？トタンかな？車窓ってなんすか？それでもあなたの主観ですよね。千葉でふんわり揺れたんだ。まあね、大地の子だからね、日本人は、うん、そう、日本に生まれたっていうことでもう俺らは揺れ続ける運命だから受け入れないと。だから日本家屋ってすごいんだよ。屋根もう崩れるように屋根を作ってて、平屋でさ、基礎建築しない、地面の上に乗っけるだけ、かっこいいよね。あ、いいじゃん、おばあちゃんと、おばあちゃんの家なんでいいじゃん、古い家好きだよ。いやー、なんかさ、もうさ、一回こういう西洋建築は西洋建築でいいんだけど、一回やめて、なんか日本の土地にね根ざした家、やっぱ田舎の方とか行くとかっこいいもんね、家ね、かっけえなこの家みたいな、なんか武士が住んでそうだなみたいな家とかあるじゃん。俺ああいう家に住みたいもんね。なんか俺らが東京とかのこういうマンションとかアパートとかってさ、要は機能性じゃん、機能美っていうのかな、要は効率的にいかに多くの人間を多く閉じ込めるかみたいな、その合理的なんか、俺ね、なんかね、西洋人の合理性みたいなものあんまり好きじゃないんだよ。あのそれよりもそのなんつうの、地球その土地土地に根ざしたもの、日本人鍵かけないじゃん、もともと。あれ俺すごいと思うんだよね、襖とかで空間を閉じるとかさ、あのなんていうのかな、わかる、風通しがいい、夏場は涼しいように全部をこう襖開けて、後ろと前を襖開けたら風が通り抜けるように設計してたりとか、めちゃくちゃクールだと思うんだよね、うん、なんつうんだろう、わかるこれ。なんでこんなに西洋にかぶれていくんだろうっていうか、もうガラパゴスでいいじゃんみたいな、日本にしかない日本らしさでいいじゃんと。まあでももともと中国からパクったもんだから、日本人らしいっちゃ日本人らしいんだよな。その海外の文化取り入れて、そのすぐ自分たちのものに、ラーメンとかがそうだもんね、もう中華そばなんか原型とどめてないもんね。だから昔ながらのラーメンたまに食べたくなんない、あの中華そばよ、あの縁にさ、あの渦巻きみたいな書いてある赤い、赤と白のやつに、あの普通の中華そば食べたくない？なんかもうどこでも出てきたあのラーメンがないもんね。あのラーメンですら煮干しが強かったりすんのよ、わかる？やたらこだ、もう普通のオーソドックスの中華そばが食べたいのに煮干し強えなみたいななんかもっと雑なね、中華そば、品そばが食べたいのにね。ばあちゃん、そう、ラーメンのこと品そばって言うんだよな。あ、インスタントラーメン食べてえな、チャルメラ食べてえな、
シャルメラうまいよな。たまに食いたくなるんだよな。カップラーメン嫌いなんだけど、家で作るインスタントラーメンすげえ好きなんだよね。あ、今日シャルメラ作ろうか。シャルメラ食いてえな。いいな、シャルメラ作ろう。チャーシュー作りたくなってきた。チャーシュー作りたい欲望が出てきた。4時間かかるけど、4時間つうか一晩かかるんだよな、厳密に言うと。またチャーシューでも作る。和道チャーシュー、めちゃくちゃうまいかんな。料理配信やる？料理配信。なんかね、これあとこれマジでちょっと年なのかなんのか知んないけど、髪を青く染めてから俺ちょっとインポ気味になって性欲減衰してるんだけど、なんかあんのかな。俺マジで本当にチンコが立たなくなってきたの。マジで結構ショック受けてて、あれってな、何、俺の日本刀が、俺の小刀が、俺の脇差しが全然反り返らないんだけど、どうしよう。髪の毛が青くなったからなのか、何なのか、年なのか、ちょっとねピンチなんだよね俺今。こんなこと今までなかったんだけどね。なんかいろいろバグってくるね。おっさんって怖いね。おっさんになるってこういうことなんだろうね。いや、脇差しだよ。俺の脇差し。ただね、反りとね、日本刀さながらの、こう、刀だよね。角度。は自信あったんだけど、もうダメだね。もうやだなあ。あー、ありがとう。フォローしてる？大丈夫？フォローしてなかったらうちブロックだよ。なんかフォローしてなかったらブロックだからチェックするよ。ハマって見てますとか言ってフォローしてなかったらもう論外じゃん。します、早く。出た、このパターン。プロフィール読んどいてね、みんな。本当に遠慮なくサイレントブロックしてるから。スマホで見てる人は放送画面の左下に人のマークあるでしょ。それポチッと押すとルール書いてあるから。はい、チーボーさんセーフ。うん、オッケーオッケー。今日キャスバーがエグいことになってるな。ラーメン屋、ラーメン何にしよっかな。え、チャルメラをやるんだったら煮卵と何が必要。煮卵、あ、溶き卵にしようかな。溶き卵でいいや。溶き卵、ほうれん草、
いや、サイレントブロックバンバンしてる。もうこの2日ぐらいで500人ぐらいしてるから、もう無課金とノーフォローは即ブロしてる。うん。はい、おやすみ。もう本当にリスナー選んでるもん。500人ぐらいブロックしたよ、サイレントで。だいぶ整理した。フォローしてない？あ、してない。ツッチーさんブロックで、さいなら。朝7時起きか。早いな。あと4時間じゃん。ラーメン、溶き卵と何にしようかな。ほうれん草か。ほうれん草、溶き卵、あと何がいる？肉類欲しいけど、家庭的でパッと作れるインスタントラーメンで、究極のインスタントラーメン作ろうよ。チャルメラの醤油、溶き卵。ブロックされると俺の放送自体を見れなくなる。二度と見れなくなる。だからお別れ、さよなら。もうおすすめ欄にも載らないし、検索して俺の放送来てもブロックされてるため見れません。この画面自体を開けなくなる。だからツイキャスとかツイッターとかのブロックとか全部一緒。見れませんっていう。できんだよね、簡単に言うと。お店で言うとこの出入り禁止だね。もういくら言っても分かんない人が多いから。そうだってさ、こんだけ言ってアナウンスして、もうフォローしてない人ブロックするよってずーっと半年間言い続けど、まだフォローしてないってことはさ、もうブロックしてくださいっていうことじゃん。だからまあブロックしますね、もう。グー何しようかな。グー何にしよう。豚バラ？チャーシュー作るか。手間かかるけど。
ゲーム配信もやりてんだよな。ゲームの何が壊れてるんだっけ、俺の。スーパーファミコン配信やりてえな。スーパーファミコンやりたい。メトロイドやりたいな。メトロイドっていくらで売ってんだろう。スーパーメトロイド。スーパーメトロイドやろ。スーパーメトロイド。あ、安いな。あ、そんな高くないんだ。未使用高か。スーパーメトロイド。内蔵型のやつじゃない。普通のスーパーファミコン。スーパーメトロイド、アマゾン。14,180円。中古品。あ、でも売ってるな。1300円とか1200円で売ってるんだ。買おっかな。めちゃくちゃ面白いんだよね、スーパーメトロイド。ゲーム配信やるか、今度企画で。なんかさ、2人プレイで面白いゲームとか、なんかおすすめのゲームある？スーパーファミコンで2人でやるとめっちゃ面白いよみたいなゲーム。なんだろう、あ、マリオカートか。定番中の定番、マリオカートか。あ、ボンバーマンいいね。ボンバーマンいいね。ボンバーマンいいわ。あ、それはすごい考えてなかったな。ボンバーマンいいじゃん。いいね、ボンバーマン。クニオくんか。名作多いな、スーファミは。クニオくんもあるか。あと何あるかな。ゲーム配信やりてえな。なんか盛り上がるの。一人プレイ用のゲームとゲストを招いてゲームやるみたいな、やりたいね。ゲーム配信やろう。ゲームの、ちょっと待って、何が壊れてるのかちょっと確認するわ。スーファミ本体はあるから。
要はね、これがぶっ壊れてんだ。あった。この配線が壊れてんの。これが、これなんていう風に検索したらいいんだろう。これ買えばいいんだよ。この、なんつうの、ビデオケーブルってやつ。この、わかる？これ。これが USB に変換するやつなの。ゲームを。要はこいつがほら、内臓むき出しになってんの。こいつが原因。こっちにつなげばできるから。買おう。アマゾンで今すぐ買おう。ゲーム配信。なんて言うんだこれ。なんて検索したら出てくるんだ。なんて検索したらいいんだろう。アマゾン。スーパーファミコン。ケーブルなんていう。配線で検索すればいいのかな。ケーブルだ。出た。うわー、安い。490円。どれでいいんだろう。こんな値段で売ってるんだ。いや、これでよくない？これで合ってるよね。これだよね。レビュー一応見とくか。っていうか、スーパーファミコンでもう20年ぐらい経ってるよね。まだ使えるってすげえよな。まだ使えるんだもんな。これ買おう。今すぐ買う。購入します。買いました。ケーブル買いました。ソフトも買う？え、ソフト1個買う？どうしよう。ソフトいっぱいあるかな。スト2とかやればいいか。楽しいな。ゲーム配信コーナー作るか。あ、楽しみだな。
ありがとう、ジーボーさん。ありがとう、キャスティン。ありがとうございます。スーパーファミコン名作で検索するか。メタルスラッグってスーパーファミコンだったっけ？メタルスラッグやりてえな。ありがとう。スーパーマリオコレクションあんまりかな、グッとこないかな。あ、ゼルダの伝説やりてえ。クロノトリガー持ってたかな。スーパーマリオコレクションの方か、マリオワールド。え、ゼルダの伝説やりたくね。ゼルダ、うわ、ゼルダがやりたい。わあ、ミッキーのマジカルアドベンチャー面白かったよな。ミッキーのマジカルアドベンチャー、半熟ヒーロー面白いよな。聖剣伝説はやったことないな。トルネコ、トルネコは意外とありかもね。トルネコは絶対盛り上がるよね。モンスターハウス、ドゥルドゥルドゥルっつって、きたーってなるよね。トルネコ意外と合うんじゃないの、配信と。一人だったら。トルネコなんか合いそう。配信と相性良さそうだね。ストリートファイター、マザー2。ロックマンか。ロックマンもいいな。ロックマンいいな。ロックマンいいな。ヨッシーアイランドいいよね。あ、いっぱいあるな。風雷の試練。あ、風雷の試練ってプレステじゃないんだ。わあ、五右衛門ね。五右衛門。マリオ RPG もスーファミか。わあ、出た。星のカービィスーパーデラックス。カービースタリオンはわかんねえな。釣り主、スコーピオン、レッツエンドゴー。名作だらけだな。スーパーメトロイドやりてえな。ていうかこの頃ゲームすごかったよな。全盛期だよね、メトロイド。え、ゼルダの伝説欲しいな。アクトイレイザー、アクトレイザーやったことないな。あ、ドンキーコングね。ロックマン、頑張れゴエモン、悪魔城、ドラキュラ。ボンバーマン。うわー、タートルズやったよこれ。カワバンガー。川原、川瀬、海原川瀬ってなんだろう。これやってみたいな。海原川瀬。あ、やったことないゲームをやってみたいな。クロックタワー、クロノトリガー、ライブアライブ。やっぱレトロゲームが一番いいな。ドット絵かっこいいな。ドット絵。メタルマックス。アクシ
ション RPG も面白そうな。ソウルブレイダー、ガイア幻想記、トルネコね、風雷、みんなはゲームとかやった？昔ゲームやった？ドカポン321欲しいな。ドカポン、モンスターファーム懐かしい。 CD 入れるやつでしょ。 CD 入れてモンスター作るやつでしょ。狂ったようにやったな。なんかクレヨンしんちゃん入れると白黒のモンスター出てきたりすんだよなね。 CD 入れてモンスターファームってそれだよね、合ってる。64は持ってなかったな。じゃあ俺より多分若い子なんだろうな、64ってことは。俺ファミコン、スーパーファミコンが俺は全盛期だった。ファミコンもやったけど、ファミコンはね 2,3 個上なんだよね、全盛期は。いやスーパーファミコンでしょやっぱ。なんかね、あ、これやった、これ、これなんだっけ、うわ、うわ、懐かしいんでた。これめちゃめちゃ面白かった。なんだっけ、うわ、今スルーしちゃった。なんだっけ、これ。うわ、これ面白いやつだ。なんてタイトルだろう。ドッジボールだ。ドッジボール、東急大激突、ウルトラマンとかのやつだ。そうそうそう。ドッジ断平とかね。レトロゲーム、音もいいしね。ゲーム、あ、ありがとう、たくさんありがとう、チボ。ゲームボーイはね、もう初代からやってるよ。もう、ゲームボーイは直撃世代だから、もうそれこそポケモン初代からやってるね。まさかポケモンがこんな世界的なブームになると思わなかったよね。アニメ化されたりね。ポケモンはびっくりしてる。ゲームボーイも世代だね。え、ゲームからだよ。もともとゲームだよ。ドッジボールあったよね。なんだっけな、ドッジ断平のゲームやったんだよな。ドッジボールゲーム面白いんだよね。ていうか俺思うんだけど、ドッジボールって完成度すごい高いさ、ゲームじゃん、その競技として。なんでプロって、でプロ競技として出ないんだろうって思わない？ドッジボールってさ、すげえ面白くない？野球とかサッカーより面白いと思わない？プロドッジボール団体とかなんで出ないんだろう？危ないからかな？ドッジボールはすげえ面白いし、なんかフォーメーションとかあったりさ、すげえね、その、なんていうの？対戦要素もあるしさ。あれいい、球技嫌いだけど俺ドッジボールだけは大好きだわ。ドッジボールやりたいね、配信者で。ドッジボール団体ってないのかな？怪我、まあまあそうだよな。すげえ、なんか黒人のボールとか受けたくないもんね。でもボールを柔らかくしたり何かしらあるでしょ、方法は。
ドッジボールのボールってあるのかな。なんかその弾力性のあるボールとかさ、だってあのソフトボールじゃん。ドッジボールやりて、普通にリアルに。あれだけは好きな競技だわ。球技の中で唯一チーム戦で面白いと思うの。なんか受けるのがうまかったり避けるのがうまかったりさ、なんかすぐダメになるやつとか、あとパス回しうまいやつとかいろいろあるもんね。バレーボールだと怪我しない。バレーボールは投げやすいし、球のスピードもちょうどいいんだけど、あれ鼻血出るでしょ。でバスケットボールは完全に怪我するやつね。あ、男の先生投げたのが女子の顔面にヒット、あるあるだよねあるあるだよね。プギャーって泣くもんね、女の子。まあそうだよね。だからなんであんなに面白いゲーム流行らないんだろう。なんかドラマがあると思うんだよね、駆け引きとか。プロドッジボール団体とか流行りそうだけどな。見てても面白いじゃん。しかもドッジボールはいいと思うんだけどな。なんかあるんだろうな、理由が。どっち断片面白かったよね。砂浜向きじゃないよ。足場しっかりしてないと。体育館が一番いいよ、ドッジボールは。体育館かもしくは路上。砂浜のドッジはちょっと足場がずれるから、こけたりするからやりづらいと思う。バスケットコートが一番いいね。キュッキュキュッキュするような。うわあ、ドッジボールやりてー。こんばんは。ドッジボールやりてー、めちゃくちゃやりてーな。ドッジボールスポーツは基本的には大っ嫌い。だから俺がスポーツでやりたいっていうの、なんかリスナーがえっていうぐらい、え、和道がスポーツやりたいって何それみたいな。運動が嫌いの。まあ唯一見て好きなのがボクシングとか。だから俺がサッカーとか野球とか語ってるのとか聞いたことないはずなんだよね。もうスポーツはバカがやるもんだと思ってるから、そもそもすいませんね。唯一好きなのがボクシング。もう本当に筋肉痛すごい。今日休む。筋肉痛が半端じゃないね。ちょっと太ももがパンパン。ちょっとこれ抜かないと。今日はね30分切れない、確実に。だから超回復狙う。よく揉んどくよ。これは走れんな。あとね、左膝ぐねったんだよね昨日。ピキッタの左膝がちょっとなんか着地失敗してグニャって変な方向を向いて。してこれ今回も出るよ。そう、今回も出る出る。ちょっとね左膝痛かったんだよね昨日。まあ多分少し軽くひねったぐらいだから、足首ひねるのは慣れてるんだけど、膝ぐねったの初めてだから、ちょっとね筋肉痛かばう感じで変な走り方しちゃったんだと思うんだよね。まあでもなんとかなるっしょ。よく揉んどくよ。あと銭湯行く、多分今日の夜。明日からまた全力。あのね、なんかドレさんが言ってた意味が分かったね。あのやれゃいいってもんじゃなくて、回復もトレーニングの一環だっていうのがよく分かってきた。
その、や、メリハリがすごい大事。毎日続けるんじゃなくて、もう大事なんだけど、休んでみたいな。まあ軽くだから大丈夫だと思う。ちょっとピキ